何してるんだい?あら、見てわかるの?願い事ってるの?誰に?あそこに輝いてるオリオン座の三つ星の一つ、アルファ星に。あの星は願い星と思ってね。昔の人はいろいろな願い星が。ほら、あんなに近くて大きい。きっと願い事よく叶えてくださるわ。炭素や酸素や水素の塊にしか過ぎない星を、そんな風にも考えられるなんて、女って不思議なもんだな。で、なんてお願いしたの? 内緒。分かってるよ。ヤマトの航海の成功だろ?いいえ。じゃあ人類の未来?全然違うわ。え?なんだよ一体。どうだい?願い星の正体なんてあんなものさ。これで星の恐ろしさが分かっただろ?いいえ。私に願い事がある限り、願い星は願い星よ。え?しつこいんだね、君も。 一体何をそんなにお願いしてるんだい?内緒って言ったでしょ?教えてくれたっていいじゃないか。じゃあ言うわ。私の願い事っていうのはね、ある人が私のこと好きになってくれるようにって。なんだ、そんなことがくだらない。<笑>え?おい、ある人ってどんな人だい?それこそ内緒よ。ねえ、ゆき、ゆきちゃん、頼む、教えて。小田井くん、贅沢を言っちゃいけないわ。 文句を言うより楽しむことを考えましょう。よーしが、今度はセルフタイマーだぞ。よし。おい、いて。いいな。いいじゃないの。子供たちにパパとママの青春を語る時の思い出になってよ。ああ、それもそうだな。 私は仕事があるから、小田君ありがとう。うん。じゃあな。ねえ、女の子ってのは発想が混ぜてやがんな。子供たちにパパとママの青春を語る時だとよ。パパとママは必ず救われるぞ。ユキ! ユキ、一緒に地球を見ような。 ユキ、初めて会った時のことを覚えてるかい? 地球防衛軍の司令部であった時から僕は君が他人に思えなかった。ヤマトへ一緒に乗り込めたらなって思っていたんだ。その後君に対する僕の気持ちは自分で気づかぬうちにどんどん大きくなっていった。でもヤマトの使命を考えると僕にはそれが言えなかった。イスカンダルで兄さんがスターシアさんと残った時に僕ははっきり分かったんだ。人間の一生に一番大事なことは愛だ。 それがあるから全てが生まれるんだって。だから地球に無事着いたら言おう。いや、きっと言う。君が好きだということを自分の気持ちを伝えよう。それなのに。 小田井君、私どうしたの? ユキ! 小田井君、無事だったのね! ユキ! ユキ! 嬉しい!
Yuki! <笑>予定通り。相変わらず時間厳守で。休暇取れたの？うん、1週間。どうしたの？ああ、高校中にちょっとアクシデントがあってね。大したことないんだ。ダメよ、ほっといちゃん。佐渡先生に見てもらいましょう。いや、大丈夫だよ。ダメダメ。 なんだこんな傷。怪我のうちに入らん。赤チンでも塗っておけ。そうして治っちまうよ。だから僕は大丈夫だと言ったんですけど。怪我は口実です。ゆきさんは小田井さんと一緒にいたいのです。<笑>お迎えに行くだけでは物足りなかったのでしょ、ゆきさん。<笑>いいな。そうならそうと早く言い。わしだってデートの邪魔はせん。ゆき。 今日は沖田館長の戦没記念日だ。もう帰っていいぞ。集合時間は17時です。どうしたの、小田井君？あ、帰るたびに復興してくるな。いろいろな惑星から資源がたっぷり送られてくるからよ。小田井君たちのおかげだわ。 夢のようね。ん？何が？だってみんな1年前は穴蔵のような地下都市で生活していたのに。うん、私たちもヤマトで戦っていた。<笑>こうして小田井君と2人で食事ができるなんて夢にも思っていなかったわ。幸せかい、ユキ？あ、もちろん。やっぱりダメだったのね。心配することはないよ。 小田井君、おかしいわ。私たち何でも話し合って約束だったでしょ。誰だ？地球防衛軍科学局生活部、森ゆ。乗務員名簿に載っていないな。それは小田井、ユキのことじゃったらわしが登録するのを忘れたんじゃよ。退官してもらいます。 何をするんだ？退官します。待て、こんなところからどうやって地球へ帰るつもりなんだ。退官しろと言ったのは小田井君でしょ。宇宙遊泳でも何でもして帰ります。命令だ。隊員服を着ろ。艦長代理として森行きに9任務を命じる。バカだよ君は。 地球にいれば平和に暮らしていけるのに、こんな危険な旅へ紛れ込むなんて無茶だ。私もヤマトの仲間の一人よ。みんなが行くなら私も一緒に小田井君のそばにいたかったのよ、ユキ。
私たち結婚式もお預けだったのよ。ユキ。ユキ、君がいつも僕のそばにいるということが本当には見えていなかった。僕には今初めて分かったよ。何が幸せで何が不幸せなのか。ユキ、これからはいつも一緒にいるよ。ありがとうと言うべきなのかな。どうして？俺にやれるかどうか。古代君なら十分やれるわ。地球と同じ環境条件の星を探すとなると、生活班のユキにも頑張ってもらわないといけないな。やれる。古代君と一緒なら。俺は夜も眠れない。探したけどありませんでしたでは済まないんだ。ユキ、今船を降りたいのは俺の方だよ。古代君、古代君どう？気分は。ユキ、僕はどうしてここにいるんだ？第一環境でちょっと怪我をしただけよ。そうか。ダメよ、ゴーちゃん。ユキ、頼む。第一環境へ連れてってくれ。僕がいなきゃ。何を言ってるの？あなたがいなくても、真田さんと島君、それに土門君がちゃんとやっているわ。ヤマトはあなた一人で動かしているんじゃないのよ。どうやら攻撃はやんだようよ。大した損害は受けていないわ。みんなに任せて安心して寝てらっしゃい。ユキ、君も早く任務へ戻れ。私は今看護婦よ。患者のそばにいるのは当然のことでしょ。今度の航海では私たちはただの艦長と生活班長、その約束だったわね、コナン君。ごめんよ、ユキ。でもやっとこうして二人きりになれたわ。あなたが怪我をしたおかげね。当分動けないし、ここにいる間はあなたは私一人のものね。バカなことを言う。そらご覧なさい。無理しちゃダメだって言ったでしょ。ユキ、
何見てんだお前。あ、手握った。何？俺にも見せろ。俺のが座ってしまうよ。失礼しました。館長お大事に。あれ？お大事に。中央病院。地球。ダメ、まだ起きちゃう。他の乗組員はどうしてる？全員無事か？ユキ、どうなんだ？宇宙服を着ていないあなたが助かっただけでも不思議なのよ。今はただ体を治すことだけを考えて。大勢死んだんだな。ユキ、そうなんだな。コダイ君、血が。傷口が広がっただけだ。大丈夫？一人じゃないからね。コダイ君。こちらコスモスの報告を続けます。泣くんじゃない、ユキ。あの人を見送るまでは。